ジョ。セミラジョ。いやー、久しぶりですね。久しぶりですね。最近技術系の動画がメインになってて。はい、セミラジオ何回目でしょうかね、これ。ありがとうございます。めっちゃ久しぶりに。久しぶりですね。もう質問に、どしどし答えていきたいと思います。はい。一つ目。打った後にジャンプするのって何か意味があるんですか？打った後にジャンプすること自体にそんな意味はないんですけれども、斉藤選手動画で言ってたように、こう打って、右手の方の足を蹴り上げるってことに、自体に意味があるので、その余韻というか、その余韻でジャンプがついてくるというか、マックで言ったらポテトみたいな。うん。感じです。いかがでしょうか。バックボレーで、遠いボールが来ると思って出たけど、はい、案外近い位置にボールが来た時でどうやってさばいたらいいですか？はい、これですね、全員が今言ってないんですけど、僕がよく聞くのは膝を頑張って曲げるっていうことにいるじゃないですか。で、まあ、ここら辺に来るわけですよね。こう近かったみたいな時は頑張ってしゃがんで縦面で取るとか、まあ、そこの俗に言ううん、球際っていう練習は普段のボレー練習で上げボールが散らばってしまった時に鍛えられると思うんですね、はいはいはい、だから公園の人に上げボールしてもらっててずれたら怒るんじゃなくて、うん、そういうずれたボールも日頃から取る練習をしてた方がいいんじゃないかなと思います、うん、だから僕が結論として答えになるのはしゃがむかな。ぜひ、はい、試してみてください、はい、続きまして、家の中でもできるソフトテニス関係の筋トレとかそういう感じのはありますか？かっこ、はい、体には気をつけてください。あ、ありがとうございますけれどもどうでしょうか、家で何やってます普段？僕は、まあ、体幹、僕そんな変わったことはしないんですけど、そのこういう体幹だったりこういう体幹だったりこういう体幹だったり、あと最近は胸筋腹筋背筋を、まあ、上半身の筋肉がちょっと、うん、足りてないなって思うんで、はい、下半身はまあテニスやってたらわりかしつくけど、うん、上半身って意外とつかないんで、腕立てと腹筋と背筋ぐらいしか北本選手は結構トレーニングオタクレベルに取り組んでた時期があったと思うんですけど、はいはい、とにかく北本選手走ってるイメージでしたね。ああ、そうですね、走りまくってましたね。走りまくってましたね、練習終わってから。はい、なんで北本さんカットサーブ？パスサーブが打てないからです。以上以上です。あと、上からのサーブが打てないからです。続きまして、速いシュートボールを速いシュートボールで返すためには、これはね、僕も見つけたのが、まあ、1年前ぐらいなんですけど。あ、そうなんですか、うん、普通の打ち方教わるのって右足に乗って左足に乗って振るみたいな感じじゃないですか。でも速いボールってその時間がないんですよ。だからもう前足の左足に乗っとく、うん、でもバーンですね、っていうイメージね。本当にそうなわけじゃないけどっていうイメージでやってみてください。うん、速い球を速く球で返せると思います。ぜひ、はい、やってみてください。はい、はい、ということで続きまして、関係ないんですけど、ラケットは両面使いますか？せーのでいこう。せーの、使いませんよしっていうと誤解があるかも、うん、あのピンチの時は使う。うやべ、やべ、フォローとかその人ね。うわ、にゃっ、にゃっ、にゃっですね。はい、ということで、続きまして、北本くんって身長いくつくらいですか？178。おお、嘘つき言えよ。嫌やもん。嫌だ。まあ察してください、うん、調べたら出てきます。続きまして、はい、前衛はどういったストロークを打つのがいいのでしょうか？強く深いボールを打つと言ってしまえば簡単ですが、そのようなボールを打てていれば悩んでいません。だと言っても確率重視の、まあ入れるボールを打ったら攻められてしまいます。返答よろしくお願いします。長文失礼しました。はい、はい、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。でも結論としては確率重視でいいと思います。っていうのも、前衛の仕事って、前についてからじゃないですか。ネットについてから仕事じゃないですか。ボレーすることが仕事じゃないですか。
ボレーして決めてこれに喜んでもらうことが仕事じゃないですか。ボレー決めて試合に勝つことが仕事じゃないですか。なんか仕事すごいな、激務やな。そうやねんな。でまあ前衛でもそのストロークで相手の前衛にアタック持ってって点取ったりみたいな人もおるけど、ほんまの仕事しやなあかんのってボレーすることやから、うん、マジでストロークは入れるだけでもいい、うん、攻められるっていうことが難儀なやったら攻められへんとこに打つっていうのがまず工夫としてあるから、うん、っていうのは中ロブだったり相手の声を少しでも緩い球でも相手の声を動かすことできるじゃないですか、うん、だから簡単に相手の声を前に確率重視で打つんじゃなくて、なんかここ打てるけど相手の声はちょっと嫌やなみたいな、うん、とこを狙ってね、うん、で前につけたら最高。そうですね、はい、いかがでしょうか。めちゃめちゃです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 。相手にシングルスでですね、はい、相手に攻めさせて反撃、まあ、カウンターするセオリーってどういうパターンがあるかなっていう質問が来てます、はい、まあ一番大きいのはツイストさせる、ツイストさせる、うん、ツイスト打たせるから、うん、ツイストってほんまに厳しいボール以外はチャンスボールだと思ってて僕、まあ、ほんまに厳しいやつは返すのやついっぱいなんですけど、ただ短いボールじゃないですかあれって。考え方を変えたら、まあまあそうやね、考え方を変えたら超相手に近いところに緩いボールが落ちてきてるわけですよ。だからそのツイストを打たせるためにわざと真ん中に、相手の真ん中の方にボール集めて頑張ってしのいでしのいでみたいなして、ツイスト打ってきた時にガーッってスポーンボーン決めるみたいな。はあ、なるほどね、はい、だからその考え方ですよね。ああなるほどなるほど。これ以外もいっぱいあるんで、ゆくゆく動画にしていきたいと思います。おお、すごい。でもいいっすね。ありがとうございます。続きまして北本さん、はい、セカンドもカットサーブ打ったと思うんですけど、はい、セカンドのカットサーブでは何を意識して打っていますか。ほとんどファーストで意識することは変えてないですけど、ファーストサーブまず打つじゃないですか。で、ああファーストサーブって例えばネットしましたってなったらもうちょっと大きく打とうとか、はいはいはい、大きすぎたなって言ったらもうちょっと力抑えて打つかみたいな、はいはいはい、1本目のファーストサーブであかんかったとこをセカンドで改善して入れるようにしてますね。ああ、はいはい、シングルスにおける左利き選手への攻め方を教えてます。ああ、はい、まあ、これはマジで、まあ、みんな右利きの人バック狙うじゃないですか。そうですね、普通は。そうですね、まあ、左利きもバックでいいと思うんですよ僕は、はいはい、狙うのはけど、まあ、あんま深く考えなくていいと思いますね。うん、左利きもバックでも言ったら相手もバックでストレート打つのって難しいじゃないですか、流しの方で。うん、けど左利きの場合ってそれが必要になってる。バックに打たされて流しの攻撃打たないと相手はバックにならないじゃないですか。そうですね、けど相手もそうなんですよ。ああ、はいはいはい、左利きだから、はいはい、相手のバックに攻めた時に、うん、相手は楽に打てる引っ張りだと左利きの選手には攻められてしまう。だからそんなに深く相手も同じ状況って考えるもん。ああ、なるほど。反転してる状況ですもんね、はい、左利きで。ダブルホールドタイム面白かったです。いろいろ考えながら試合するから大変ですよね。初めて対戦する選手にどうやって攻略を考えていくか教えてください。はい、そうですね、まず大切にしなきゃいけないのは試合前のランダです。ああ、はい、よく言いますね。はい、試合の前のランダでまずバックを狙ってください。バック狙って、あ、こいつバック打てやんなと思ったらもうバック狙ったっていいし、で速い球も打っちゃってください。速い球ってなんか振り遅れてるなと思ったら前衛にあいつ振り遅れるから、自分の前衛にあいつ振り遅れるから速い球取った時は守っといて、うん、守っといて流しの方、そう言ったりとかしてみてください。相手の癖をできるだけ序盤に掴んで、はい、ボレーさせてみるのもいいと思いますし、なるほど、はい、ぜひ参考にしてみてください、はい、レシーブのコースはどのように考えてますか。レシーブのコースで一番大事なのはカウントだと思います。カウント並んでる時は例えば2オールとかデュースとか、そういう時はマジで攻めに行った方がいいです、うん、強いで。ワイパーショットはレシーブでも使えますか。使えます。例えば相手全員がサーブ打ってきます。相手全員ネットにつけないで走ってきたとしても、うん、みたいな時に足元にシュッとワイパーで打ったってください。ほうほうほう。ローレが下手っぴだぜ。
うわっしゃーっ、いえっ、ってなると。すごいですね。はい、せーの、サムビ。こんなところで、なんか今日真面目に、久しぶりのね、はい、スフォーミラジオなんで真面目に撮っていきましたけども。はい、いかがだったでしょうか。またなんかあれば、コメント欄で、バシバシと、はい、質問してくれれば、はい、またよろしくお願いします。今日はこの辺で終わりたいと思います。せーの、サムビー。